やべえ、被服やっちゃったよ。リヴァイアさん、はい、でございます。修理したやつですね。ずっと登場を待ちかね、よし、じゃあ、T238 はここに残っているものの、一旦ちょっと外しますかね。うん。メカボトセットで、まあ、誰かにあげてもいいけど、まあ、割れてるしね。いらんよね、そんなの。電子トリガーも外してしまいましょう。いや、まあ、けど、この T238 バージョン 2.0、うん。技的は通ってないものの、まあ、普通にね、使える、もう2年間ね、使えてました。はい、全然問題なかったっす。なんかどっか FET が焼けたりとか、そんなこともなかったんでね。まあ、ただ、もう一回言いますけど、そう、技的通ってないんでね。そう。残念ながらね、大っぴらには。あーしゃー、これすごいな。買った、こんな硬くなったっけ、ゴリラグル。うわ、買った。すっごい硬い。ダメだ。これはちょっと一筋縄じゃ外れねえな。マジで、そんなにガチガチだったっけこれ。いや、なんか無理ゲーな気がしてきたよ。あー、よし、こっちはエルガッタ。あっ、マジか。あー、ダメだ。あー、やべえ、被服やっちゃったよ。いや、これ無理だって。なんでこんな硬い。ちょっと、もうメカボダメになってるから割っちゃおっか。ダメだ。よっしゃ、来た。よっしゃ、外れた。いや、ゴリラグルー、やばい威力。よっしゃ、これは、あれっすね。また今度ね、プレゼント、企画とかやった時に、差し上げたいと思います。はい。まだまだ使えるんでね、もしね、活用していただける方がいたら、活用してもらえればと思います。はい。よし、というわけで、じゃあね、もう、使える部品、まあ、半分ぐらいはあったかな。うん。主要部品はね、まあまあ使えたので、半分以上は使えたので、じゃあこれからね、メカボの選定と、あと、なんだろう、その他のね、ちょっと入れ替えるパーツの方をね、用意していきたいと思います。よし、じゃあそれではね、欲しいパーツというか、替えのパーツを選んでまいりました。はい、でねーん、SRC のね、ヘンテコメカボ、はい。MC5 スーパーをね、修理した時に、持ち出したね、メカボになります。はい。で、ベアリングサイズが6ミリなので、これを7ミリまで広げて対応してね、7ミリの、ベアリングをちょっと突っ込んで、使っていこうと思います。はい。で、ちょっとね、バネなりしてたんで、このね、バトンさんのバネはもう使わないで、最近僕はね、好んで使ってる、M145 っていうね、ちょっと中途半端なね、スプリングレートのバネがあるんですけど、これを使っていこうと思います。で、こいつには、スプリングガイドが付いていないので、スプリングガイド、はい、を持ってきました。はい。で、ストックもね、ちょっと交換するって言ってたんで、このストックチューブと、ストック部がね、セットになっているものなので、ストックチューブとストック両方ね、ちょっと交換しなきゃいけなくなりました。はい。というわけで、ストックチューブと、ストックを持ってまいりました。はい。あれだね、ストライクインダストリーズか。うん、あれのパチモンですね。はい。ゴールデンイーグル製のね、やつが、在庫してあったので、これを使っていこうと思います。よし。というわけで、じゃあね、メカボのね、また製作の方から移っていきましょう。一つ言い忘れた。電子処理が何するか、てりーん。はい。このね、動画で登場した、リヴァイアさん。はい。でございます。修理したやつですね。ずっと登場を待ちかねておりました。というわけで、これを使っていきます。はい。というわけで、今回はね、リヴァイアさんの、搭載動画にもなるのでね、ぜひね、着目、引き続きね、着目していただければと思ってます。じゃあ、続き行ってみよう。よーし、じゃあそれではね、こんな感じでメーカー棒をね、加工してまいりました。はい。やった内容としては、軸受けね、はい、ベアリング、ボールベアリング式ではない、軸受けをね、もうね、全部に厚入れしておきました。はい。かなりタイトな感じで厚入れしておいたので、もう何があっても外れることはございません。はい。
で、次に、加工したポイントとしては、ここの応力の逃げですね。はい、ここの対策を、両側ともやっておきました。はい、まあ DSG の定番の、加工技となりますね。はい、というわけで、じゃあね、もともと中に入ってたパーツをいろいろ若干変更しながらね、組み付けていこうと思います。A シトリガーのね、取り付けやってみましょう。はい。これがね、前回ね、この動画で、修理したリバイオス3人になりますと、はい。いやー、本当治ってよかったな。うん。もともとぶっ壊さなければね、ね、問題なかったんだけど、そう、さすがにね、あのハイスペックの AIP のね、ハイスペックモーターを使えばね、まあ、やっぱ、ぶち壊れるよね。たださ、T238 あれが使えるってのは、なんか納得いかねえんだよな。謎だよ、謎。はい。というわけで、リバイアさんに関しては、止めるとこのネジの位置がここじゃなくてこっちなんですよね。だから、このセクターギアが当たる、可能性っていうか、当たることはないので、まあ、気にせずね、ネジで固定してあげようと思います。固定用のネジって、ついてこないんだよね。ついてくんだ。あー、ついてきてる。ほら。あった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 。オッケー。よし、じゃあこのね、固定用のネジをね、使って止めてあげようと思いますと。ここかな?ここですね。くっつかないよ。くっつかないときはね、このね、手軽なネオジム磁石をここにペラッとくっつけてやればね、ほら、くっつくんで便利でしょ?そう、この小技いいっすよ。よーし、適度なね、感じで、染み付けてあげればいいかなと思います。はい。よし、バッチリくっついたね。くっついてはいるけど、若干浮いてる気がするんだよな。なるほどね。まあ、この浮きを、なんとかするために、このゴムクッションがあるらしいので、このゴムクッション、ゴムじゃねえ、スポンジクッションか。をね、ここに入れてあげると、こう、電子トリガーがね、しっかり押されるようになるらしいです。前回やらなかったよね。確かね、こういう感じだったと思うよ。で、メカボを閉じるとね、なんかいい感じに上から押さえてくれるっていうね、寸法らしいので、ちょっと試しにやってみよう。あー、いや、だいぶ押すね、これ。こんなにあるよ。いいの、これ。こんなに押しと思います。はい、まあ、意味があったかどうかは、次回このメカボを開けた時にしかわからないっていうね、はい。なので、皆さん楽しみに待っていてください。はい、1年後か、半年後かもしれません。はい、なのでチャンネル登録よろしく。ちげか。固定ボンドでの固定は必要ないかな。これだけテンションがあれば。うん。で、確かこのメカボックス反対側にね、ポッチがあって、こう線を押さえるためのね。そう。で、これがね、邪魔することがまあまあある。要はね、これが被覆をね、破いちゃうことがあって、ここのね、うん、僕はこれをいつもね、カット、削ぎ落とす、方式で撮ってます。なので、これちょっと後ほどね、削ぎ落としておこうと思います。はい。よし、じゃあ、じゃあいつも通り、セクター、スパーからね、調整の方やっていきましょう。よし、じゃあ、それではね、スパーをまずはね、乗っけて様子を見ていこうと思いますが、浮いてる。あ、これ大丈夫だね。へぇ、一発目から大丈夫なんて珍しいな。なんだっけ、軸受けね、入れ替えたから、あちこち当たるかなと思ったけど、ほら、落としないね。いいね、OK。じゃあ、0.1 だけをね、入れて、よしとしましょう。はい。まあ、必ずね、なんだっけ、軸受けとギアとのね、間は、ベベルだろうが、セクターだろうが、スパーだろうが、必ずね、シム1枚置いて、あげるようにしてます。はい。まあ、ノイズの原因だったり、あと、今後ね、まあ、いろんな各部、削れてきて、こう隙間がね、空いたり、しちゃう可能性があるので、それをね、考慮しての措置となります。はい。まあ、たとえ音がしてなくても、必ず 0.1 はね、突っ込みましょうという感じですね。はい。さらに、なんともございません。いいね、いい感じ。よし。じゃあ、セクターギアをね、隣に乗っけて、様子を見てみましょう。よし。こんな感じかな。おマジか。おー、隙間がある。へぇー。あのね、ちょっとカメラには映んないと思うけど、あ、ほらほらほら、ね、赤丸つけるけど、ほら、隙間があるでしょ。へぇー、すごーい。デフォルトで隙間ができた。面白いね。いや、偶然だよ、偶然。通常このことありえないからね。
そう、まあ乗っけ替えた軸受けがちょうどまあ少し上に上がってたっていうねだけの話だと思うので、よし、じゃあちょっとね、この段階で一旦閉じて様子を見てみようと思います。よし、ではね、ちょっとメカボを閉めて、様子をね見てみようと思いますが、OK、じゃあちょっとねこのメカボ、やっぱね海外製で若干、歪みがあるので、必ずネジを止めてからね、チェックしていこうと思います。よし、浮き具合をチェック。めっちゃ浮いてますね、ほらすごいな。今ねスパを押してんだけど、これだと 0.7 は必要かな。じゃあ 0.6 ぐらいで攻めてみよう。セクター側をねチェックします。ほらかなり動いてるね。セクター側も 0.6 でいいかな。よし OK です。じゃあ 0.6 突っ込みましょう。じゃあ 0.6 なんて島持ってないので 0.1 0.1に対して 0.5 を足して 0.6 にしたいと思います。 OK、 じゃあこれでまたメカボを閉じて様子を見てみましょう。よーし、じゃあ様子を見てみましょう。バカスカ浮くな0.6 枚入れたんだぞなんだよこれ、あと 0.5 必要じゃねえか。こっちも一緒やね。 OK です。じゃあ両方に 0.5、0.5、0.1 を一旦外して、0.5 ずつ入れて、1ミリということにしましょう。OK です。じゃあ、見てみましょう。うわ、マジか。めちゃくちゃいるな。これ、0.5、3枚かも。史上初だよ。いや、隙間空きすぎだから。よし、じゃあね 0.5 3枚重ねていきました。結果見てみましょう。あー、いいとこまで来たね。 OK、 じゃあ、あら、あら、あら、あ、スパーが固まった。あー、なるほど、 OK、 同じ感じではなかったね。じゃあスパーは 0.3 ぐらいまで減らそうか。 OK、 こっちを 0.5 外して 0.3 にして、1.3 で、こっちをが今 0.5、 3枚で、少しまだ余裕があるので、こっちは 0.1 を入れましょう。 0.1 を入れて、1.8 か、 1.8 っていうね、ことにしましょう。よーし、じゃあこれで様子を見てみましょう。スパーはね、がっちりいったね。ほんのちょっとだけ、ほら、動いてるでしょ。で、セクターの方も、ほんのちょっとだけ、ほら、動いてるでしょ。いい感じだね。で、これでちょっと滑り読みましょう。異音も特になく、いい感じですね。ほら、擦ってる音しないでしょ。で、これが、こっちの向きだけじゃなくて、反対側にね、寄せた状態でも同じような状態のね、音になるか。なんか擦ってる音しない？あれ？ちょっとこっち向けるよ。あ、違うね。擦ってる音じゃないわ。いや、なんか擦ってるような音がするな。あ、ほら、やっぱり縦にすると音しなくなる。あー、しくったね。あれだ。スパーと、セクターの間の隙間がなかったんだ。あー、ちょっと見誤ったね。まあ、これいい例ですよ。要は、スパーとセクターの間に隙間がなくなるとね、こういう音がすんのよ。ちょっと、まあ、ちょっと聞いてください。ほら。これ擦ってる音ね。だから、こう、正面にするとね、音が消えんのよ。ちょっと振ると。ほら。音消えるでしょ。で、反対側にして、ほらね、この音が、スパーとセクターの内側同士が擦れてる音なんですよ。はあ、ミスったね久しぶりにミスったな。おお、じゃあ、スパーとセクターの間の、隙間がちょっと足りないようなので、今上にこっちがこっちが 1.、こっちが 1.3 になってます。0.5 足す 0.5 足す 0.3。で、こっちが、
0.5×3 に、0.1 を足してるのかな、っていう感じですね。なのでこの一番上に乗ってるこうスパーとセクターの内側が当たるときは一番上に乗ってる薄いやつを下に入れ替えることでセクターがね、浮くっていうね、計算になるので、こんな感じかな、すると、なんだっけ、メカボを締めた時の圧力、要は両側の攻め際はね、変わらず、セクターの位置だけが少し浮くっていうね、感じになるので、これでね、問題ない、感じになるかなと思います。はい。じゃあもう一回締めてね、チェックしてみましょう。